まあ、何東北勢がみんなできてるのかたまたまなのか、多分たまたまだと思いますけどね、はいはいはい、64人でやるって言ったのもね別になんかいつの出来事だったかなって感じなんではいはい、はい、急に64人だからってね東北からね3人来たらびっくりですよ僕は。もう派遣のゲーム。あと1人来てるんですか。伊庭さんかな、伊庭さんも東北のプレイヤーですよね確か。違うっけ、関西だっけ、東北だっけ、どっちだっけ。なんかでも東京じゃないですよね。あ、北海道とかもイメージあるけど。あ、北海道ですか。あれそれはシオンさんか、シオンさんじゃね、うん、ゼロサムってだけだな多分な。でナンパチといえば、まあ、ルイージですよね東北の。あ、そうですね、うん、まあ、竜王さんが一番名前がかっこいいって言ってたことが記憶に。竜王だっけ、シオンじゃね。え、竜王さんじゃなかった、どっちだ。まあ、いろんな、ね、情報が錯綜してはいますが、うん、まあ、このカードは、まあ、クラウドとしては寄せ付けたくないというか、まあ、クラウドって大体そういうカードになりがちなんですが、まあ、とりわけルイージというファイターではそうでしょう。あとチキンはスマヤ式に住んでるんで、はい、まあ、ともすれば山田クションって呼んだか分かんねえ、うん、でもこの話をすると毎回スマヤ式で家主同士はやんねえよっていうこと言われるんで、ね、ちょ今のはそう聞かなかったことにしてください。東北にクラウドがいるかっていうことの方が結構重要かもな。あんまり知らないな。でもケンキャラは多いですけどね、うん、ファイヤー選手とかもそうだし、吹雪として通った。空中グラップが肝っぽいっすね、崖狩りの空中グラップ、うんうん、ね、下橋、まあ、あとはそれらを嫌った復帰に空したとか、うんうん、まあ、崖の展開、そのさっき捕まりっぱにどうリスクつけるのみたいな話がありましたけど、うん、まあ、空中グラップかなりね、いろんなタクに対して行動を強いることができるようなところなんで、うんうんうん、その後に注目していきたいところです。そうね、まあ、シークの崖上下橋と似てるかもね、うん、ただ崖が強いといえばこちらも同じ空中上で壁を張るジャストシールドからリミット競技で撃墜取っていきました。かなりナンバー8も上手いライン回復だったんですけどね、うんうん、丁寧にね技も、最後は空中ニュートラルでライン回復していこうというところだったんですが、うん、しっかり見ていました。チキン対ルイージ慣れてますね。その、うん、パックマンとかと似てるんですけど、ショージャンから空中攻撃2回振れる系っていうのは2回目のタイミングがある程度限定できるんで、そこを読んでジャストシールドを置くことができるっていう、うん、そういう対策で競技流さっきやってましたね。まあ、そのルイージ側がねその空中軌道優秀ではないんで、うん、まあ、できること結構限られてるみたいなところがあるんですが、うん、30% もダメなパーセントなんでね、つかみからの可能性は無限大と、うん、浮いてない時のルイージは非常に強力ですが、まあさすがにでもやばいぞ、うわジャンプ暴れになっちゃった、うん、まあこれぞルイージといったところをね見せてくれて、うん、まあ、最後勝利にね、勢いのままナンバー8ルイージが勝利をつかみ取りました。どうですかね、最後不運な撃墜というか、まあ逃げようとしてジャンプ切っちゃったみたいなところがありましたけれども、その他のところだとチキン側もかなり、まあ、ジャッシールドをしかり、まあ、相手を寄せつけない空中後ろしかりうまくいってましたかね。そうね、ニュートラルがまあ一生続いたらナンバー8の方がちょっと苦しそうにするような試合内容ではありましたね。そんな苦しそうになるステージも出てきましたね。まあただルイージ結構いつも苦しそうな顔はしてるからな。なんかねそうなんだよね、うん、ね、復帰と着地がさ、まあ、着地は1フレ暴れがあるけど、うん、はいはい、復帰がこんなに終わってんのになんかね戦えてるってすごいことだなって思いますよ。いやすごい、まあ、一瞬でね持ってく力がありますから。そうそうそう、プレイヤーもすごいけどファイターの味付けもすごいっていうか。まあそうだね、掴んだ、コマ伸びない。さあ近づきたい、回避を使いながら相手への接近を挑みますが、ここは外に出したナンバー8、うん、ここはジャスシールド、素晴らしい出したアタックはかわしている。ただ中央へのライン回復を許してしまった、追い詰められる展開になるのはチキン、台を生かして相手から逃げていく、うん、空中前攻撃、崖に追い詰めたところジャンプ回避を切った、冷静にライン回復したいんですがここも叩かれる、まあ、ちょっとチキンが見越し始めてるかな。なんか、はい、空中攻撃を使った差し合いがあんま来ないんですよね。空前からの空中攻撃みたいな展開はあるんですけど、はいはいはい、それ以外のなんか空中後ろ攻撃の甘当てを狙ったりだとか、うんうん、こう小ジャンプで様子見してクラウドに小突きに行くだとか、そういう選択肢がないんで、まあ、引きダッシュがかなり安定した回答になってるというか、はい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 、常にこういう状況を作られたら、まあ、引き歓声かけながら空中後ろ振ったりだとか、密着になっても引きダッシュするだとかで、まあ、広いステージを生かしてもう本当にルイージの密着を眼拒否。そうですね、まあ、先ほどよりも前が一歩遠くなったような感じでしょうか、うん、そう
ここでダッシュアタック撃墜を取っていきました。詰めるときは一瞬、これは下脇から空中後ろ攻撃、グラップが当たった、リミットがあるのでなんとか戻ってくれる、うん、その後もウェビー、うん、さあ掴みを狙っていきますがちゃんと当たらない。フレーム間合い、あれになんかやるとしたら、まあ、もう一回ジャンプ空前とかでジャンプをはたき落とすとかになっちゃうのかもしれないですけど、うん、そうするとリターン弱いんでね。まあそうですね。さあ撃墜につながる技さえもらわなければ OK といった、そんな立ち回り。空中後ろを弾き返していく、うん、うまい回避上がりにはしっかり弱、おお、キアが効いてる。大上ジャスシールド取ったんですが空中前、空中した攻撃、暴れが通って着地の展開。さあチキンの、いやしかしかなりライン管理がうまくいってる、ね、ライン管理、前管理がうまくいってますね。本当にここも空中後ろ攻撃、撃墜を取ってきました。先ほどは 30% から撃墜がありましたので、そんな撃墜一つ一つを丁寧にケアしています。うん、まあ、ちょっと深めにこうジャンプ様子見から空中グラップみたいなことを多分すると、うんうん、あの崩しのパーツとして一つ機能するようになるんですけど、ナンバー8側も少しずつ深めの差し込みが、まあ、増えている。先ほど撃墜のシーンでは深めにあの上スマッシュ振るなんてシーンもありましたが、うん、それよりも一歩今のところはチキンが遠くにいるように見えますが、掴みが通ると危ない展開。さあ先ほどもこの辺りのパーセントから撃墜がありました。気をつけたいのはチキン側。ジャスシールド下強から掴みを通して大上の展開、うん、何やら嫌な展開が続いていますが、今のはむずいな。空中ニュートラル、いてー、波攻撃、掴みに当たって 88% まで、うまい。空中後ろジャンプがないような状況か、いやジャンプあった。さあ横強を外に出して空中これ大丈夫、飛び出していったところは逆にナンバー8側がものにしました、うん、やっぱ発生早い技がね若干少ないんでね、クラウドは、うん、ああいう状況ではルイージが暴れ毒っすね。そうですね。さあリーチでは、ま、は劣っているが近接の火力、そして投げがあるんでね。そうですね、投げがありますのでここからでもワンチャンス掴むことができるのがこのファイター、うん、うわ、あら白投げもう入らないってことか。うん、そうかもしれないですね。ほかほかとか、まあ、パーセントも相まって入らないという判断なのか、うん、最後はチキンがしっかりダッシュアタックで仕留めていきました。まあまあいいですね、差し合いが、うん、常に、まあ、ナンバー8の技の選択が、まあ、割と貪欲寄りというかリターンの高いものを結構狙ってるんで、そうですね、それに極力付き合わないでっていう感じですね。他のルイージのプレイヤーと比べてもつかみが多いというか、まあ、つかみ当ててるシーンが多く見られるなっていう印象はありますね、うん。まあ、あと比較定状況であってもシュートキャンセルつかみを使って相手を動かすっていう、うんうん、あのところまで来てるんで、あとはその動いた先にこうリターンを用意できるかってい いうところまでは来てますね多分。さあ選ばれたステージは小戦場、そしてうえ小手でうわつかみが止まって通ってあわやと思ったんですが、ここは 70% で抑えました、うん、感性の入力が足りなかったか、まあ、チキンのずらしがエグかったか、うんうん、ちょっとねあと一歩本当に拳半分程度遠くにいましたね。そうですね、植木を拾って空中へ、地面がないんですけど攻撃外に出していく、崖の展開、チキンも無理はしない、ひとたびチャンスを逃がしたと見るや、一旦ラインを引いての立ち回りだったんですが、そこでナンバー8が詰めてくる、ウェビー反撃、崖の展開、空中後ろ2つ、さあナンバー8としてはどうにか近づきたいところ、つかみも多く見せているのでチキンにも圧はかかっているはず。ただ下り空中後ろから、うん、そうですね、今ガンムシが安定しちゃってるんで、はい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 、あんまり圧ないかもしれないですね。そうですね、まあ、ナンバー8の貪欲なタクというところにも、まあ、チキンが冷たく対応してると、うん、そんなシーン、そして撃墜はリミットのウェビーで取っていきました。チキンはやり取りの本質を見てますね、うん、決して無理に付き合う必要はないと、うん、まあ、相手が、ね、熱くなってると、これこれこれ、こちらも熱くなったりしちゃうんですけど、そんなことチキンには一切ありません、うん、もう下り空中後ろをガードさせたらとりあえずジャンプか引き出し、これが本当に安定してます、うんうんうん、今拒否として、まあ、下り空中後ろに直接リスクがつかないからこそ、
まあとりあえずガードさせたら一旦引くのが安定になってます。ここはうまくルート上にバキュームを置いていきましたナンバー8、うん、ビハインド 16% かなり抑えたと言っていいでしょう。それでも差し合いというよりはリターンで戦っていくっていう姿勢がいいですね、うんうん、興味深い。ナンバー8の矛はチキンの盾を破ることができるのか。リターンに貪欲な姿勢、どこかで花開くかもしれない。ここでもつかみを狙っていく。それに付き合わないのはチキン。首外したところ大丈夫ですか。つかみからさすがにか空中城攻撃。ここでも下強から崖の展開を作っていこうというところ。回避上がり怖かった。なんとか地上にたどり着いたのはチキン。そして距離を取られると一気にナンバー8がきつくなるようにも思えますが、変更が拾っていった。そうですね、上 B 当たらないような変更をしていてナンバー8も追おうとしたんですが、ここを上 B 間に合って届いていません。出したタック外に出した下キロを当てるとなんとか戻ってくる。上スマッシュしっかりガード。いいですね、やっぱりリターン高い選択肢狙ってるからどの展開とってもパニッシュがめちゃくちゃ鋭いな、うんうんうん、ナンバー8のこの状況取った時の技振りのエグさが、そうですね、うん、あるね。攻め続けてるプレイヤーだからこそ攻めの嗅覚は抜群と、うん、そんなところなんですが、チキンの冷たさが勝つか、それともナンバー8の貪欲さが勝つか。リミッター攻撃外に出した。まあでも入ってもらう分には全然いい。うんうん。来た。ザッシルド。圧かかったよ。さあ空中攻撃にリスクをつけ始めたか。台が降りられないだもん。うん。いや近づいてくるところ。思い切ってダッシュアタック叩いていきました。いやチキンがこう余命のパーツ切ってきましたね、うんうんうん、引きダッシュが大安定になっているところに前ダッシュで読み勝とうっていう相手に刺さるダッシュ攻撃ですね。そうですね。うわー、空中前からリミット強切り痛すぎるんだが、ルイージはこのストックさえ取れればまだ分からん、うん、空中前弾き返した。空中後ろの壁が厚い。さっきの DA があるからかなり丁寧にいってますね、うん、ナンバー8も。うわーそこにね、ここで強切り。これは下火サイクロンで撃墜が通りました。あでもまだ無敵か。うん、まあ、チキンも分かっての出しアタックですかね。そうね、うん、1回は絶対投げられないっていう。さあ上強で台から降りてこいというような声が聞こえてきますが、うわここで上木を拾った。はいはいはい、中後ろ 80% 一気に追いついていく。そして崖展開きついぞ。ライン回復はどうする。ゆっくりゆっくり上げていきたい。ここでダッシュアタック通った。かなり嫌な吹っ飛ばし。いやおおここにリミット溜まってるんですけど、その次もしっかり仕留め切った。窮地を出したかとは一度は思ったんですけれどもその次の矢がすでにそこには構えられていました。すごいな。いやかなりねチキン側が冷たく冷たく、まあ、2試合目からあしらってるような印象だったんですけれども、うん、まあ、最後にはナンバー8が通し切りましたね。そうね、ニュートラルでまあいくら負けてようと自分のこうリターンの高い選択肢から目を背けて差し合いに勝とうとするんじゃなくて、まあ、得意の展開をちゃんと作って、うん、その得意の展開で自分を最大限発揮するっていう勝ち方でしたね。